では講義の続きを始めます。予想問題の5番次の各文と関連する事項を選びなさい。で、括弧1番です。練習を繰り返したので最初はできなかった難しい技がだんだんできるようになった。つまりこれは何を言っているかというと学習の理論の説明文です。その具体的な例をここの問題文になっていると思ってください。最初は難しくてできなかったのがだんだんできるようになったということは、これは学習の試行錯誤説。孫大工が問題箱と言われる箱の中に猫を閉じ込めてそこから脱出するまでの様子を観察したあの実験だったんです。で、学習の理論は提唱した人、そして理論の名称、名前、そして理論の中身をきちんと覚えておくことが必要ですね。で、この試行錯誤説の一番のキーワードは効果の法則というものだと思ってください。効果の法則、何かと言いますと、横軸は練習の回数、縦軸が脱出、問題箱から出てこられるまでの時間を取ったもの。時間が経てば経つほど回数が増えれば増えるほど時間が短くなる。これは予想がつきますね。例えば箱を脱出するのに青い反応、緑の反応、そして赤い反応、この3つをやらなければ出てこれません。でも最初は分かりませんでした。ですからもちろん、ちょっと順番逆バラバラに書いちゃいますけども、緑の反応もしますし赤い反応もしますし青い反応ももちろんしているんですが、その間に無駄なこと、解決に不必要なことも×で表せますが、こんなこともしていたんじゃないんですか。だけれどもそれが何回かやっていくうちに、この×、これは脱出に必要ないからこれはやめよう、でもこの赤いのこれは必要だからやらなきゃダメだよって自分で覚えてきますね。この取捨選択がなされる。そして脱出に必要なものの反応が強められて残り、不必要なもの、ここでは×で書きましたが、これは必要ではないものなので反応が弱められて忘れられていく。これが効果の法則。孫大工が唱えた学習の試行錯誤説の一番のキーワードだと思ってください。では括弧2番、緊張はしたくないのに大勢の聴衆の前に立つと足が震えてしまう。震えたい人はいませんね。でも足が震えちゃうということで体が勝手に反応してしまいます。これは古典的条件付け、ここでは丸の3番です。古典的条件付けというふうに出てくるときとレスポンデント条件付けで出てくることがあります、まあ、同じものです。で、パブロフということでパブロフの古典的条件付け、不安などのこういった体が勝手に反応してしまうもの、もともとパブロフは犬を使った唾液分泌の実験で行いましたけども、唾液も出そうと思って出せる人はいませんね。このようなものはみんな古典的条件付けで覚えたものを身につけてしまったものだと考えてくれればいいです。括弧3番、事故で電車が止まり初めて降りた駅ではあるが、頭の中に広げた地図を頼りに目的地に到着することができた。全体的なイメージ、これが地図、これを唱えたもの、この地図がキーワードになっているものがトールマンのサイン・ゲシュタルト説。このサイン・ゲシュタルト説というのはキーワードは地図の中の頭にさらに認知という言葉をつけた認知地図という言葉で覚えてください。トールマンのサイン・ゲシュタルト説のキーワードは認知地図で、ゲシュタルトという言葉が出てきました。これは物事を全体的に見なければ意味がわからないよ
ということで、事態の全体性を重視するものだと思ってください。括弧4、時間内に掃除当番ができたら宿題を減らすっていう約束をしたら、子どもたちは時間内にきちんと掃除をするようになった。つまり自発的に関わることで事態を解決できたということで、これがスキナーのオペラント条件付け。スキナーさんはこんな実験をしました。もともとはスキナー箱、オペラント箱というんですが、この中に1本テコで押すことができるレバーがあるんですね。この中にネズミさんを1匹入れました。初めて入れられた箱なのでなんだか分かりません、ネズミからすると。そうするとあちこち見たり歩いたり匂い嗅いだりしていると、たまたま体がこのレバーにぶつかって結果として押してしまった。そうすると横に餌が入っているタンクがあって、これをモーターが回って餌が1個ポロンと出てきます。お腹が空いてるから食べるんですが、どうして餌が出てきたか分かりませんね。でもこんな経験何回かすると、そうだこのレバーを押せばいいんだということで、反応を自発すること、これがオペラント条件付け。オペラント条件付けといったら自発、反応を自発するということで考えてください。でオペラント条件付けの例はたくさんありますので、日常生活の中でもっと考えてみていただければいいかと思います。括弧5、日本語が分からずに困っていた外国人に身振りで対応して喜ばれた人の新聞記事を見たので、同じような場面になったら自分も身振りで助けてあげようと考えた。自分は何もしてません、されてもいません。だけれども誰かがこんなことをしたら褒められたよということを自分は見ました、聞きましたということで、これは間接強化。これ以外の学習の理論は全てその実験台になっている人や動物に直接報酬が与えられたりする直接強化だったんですが、この括弧5番は誰かが褒められたのを見た、つまり自分は直接的に強化何も受けてませんので、これが間接強化。間接強化で学習が成立するんです。これが問題選択肢の中の丸の4、社会的学習理論。これを唱えた人が実はバンデュラという人です。バンデュラの社会的学習理論。例えば道徳性の問題、この問題も括弧5もそうですけども、道徳性の獲得っていうところでは社会的学習理論が大きな影響を及ぼすものだと思ってください。では6番の問題いきましょう。次の各文と関連する事項を記しなさい。括弧1番、長期記憶として蓄えられている情報の中で個人的な体験に関する記憶であり宣言的記憶の一部をなすものだったんです。個人的な体験ということで、これがエピソード記憶。記憶って時間的なところから感覚記憶、短期記憶、長期記憶に分けることができるんですが、その中の長期記憶を意味内容で分けた人、これがエンデル・タルビングという人なんです。タルビングは記憶を個人的な体験のエピソード記憶、意味記憶、手続き的記憶の3つに分けました。その中の今は個人的な体験、いつどこで何をしたかというので、これがエピソード記憶です。記憶、括弧2番、記憶した直後よりも少し時間が経過した後の方がよく思い出せることがある。まさかそんなことあるかって言われちゃうんですが、これ結構あるんですね。いろんな集中講義でいろんな人の名前、いろんな言葉いっぱい出てきて、もう頭がパニック状態。それを覚えた、授業を聞いた後でテストすると実はあんまりできないんですね。ただ1日ぐらい経って
どうなるかというと、頭の中が少し落ち着いた状態になった時の方のがテストした時によくできる、時間が経った後の方のがよくできること、まあ、例外かもしれませんけど、これがあるんです。これがレミニセンス、あるいはレミニッセンスということで、小さな図が入っていることもあります。括弧3、たくさんの事項をまとめて覚え、その直後に再生テストをすると、最初に覚えた事柄、事項の再生が優れていることが多いと言います。これは教育心理学の授業ってどうしてもグラフとかなんかが多く出てくるんですが、またこれもグラフに表してみますと、こんなグラフ、横軸は覚えた順序、縦軸は思い出せた割合、再生率、こんな形になるんですね。ここでテストするんですが、そうすると最初の方で覚えたことが比較的よく思い出されます。一方、テストの直前で覚えたこと、これは覚えてますよね、まだね。最初の方がよく覚えている現象、これが初等効果。テスト直前のもの、これをよく覚えていること、これが親近性効果。で、問題文を見ていくと、記憶、たくさんの事柄を覚えて行った時に、最初に覚えた事柄がよく覚えているってことですから、この部分を聞いているので、答えは初等効果になります。括弧4、過去の記憶ではなく、これから先の予定に関する記憶を指す。私たち頭の中いろんな記憶が残ってるんですが、記憶っていうのは全てが思い出、過去に学んだこと、過去に体験したことだけではないですね。皆さんも頭の中に来週の日曜日何か予定があったりするんじゃないですか。今から先の予定、もしもその予定をキャンセル、ドタキャンしたら嫌われますね。ですから覚えてなければいけない、これも記憶なんです。ですからこれから先の記憶といったことで、これが展望的記憶です。では括弧5、縦軸に再生率、横軸に記憶してからの時間をとって成績を図示した曲線であるといったら、これはもういいでしょう。エビングハウスの忘却曲線、時間が経てば経つほど忘れます。これは私たち経験的で分かってます。ただそれを世界で初めて実験として、実験結果として示したもの、これが忘却曲線です。では7番の問題、次の各文と関連する事項を選びなさいということで、問題文を見ていくと、これは教育評価の問題になってきます。教育評価は2つの観点、2つの視点で理解をしてください。1つは何と比べるか、評価の基準をどこに置くかということで、相対評価、絶対評価、さらには到達度評価、個人内評価、この4つになってくると思います。もう一つ理解をするときの視点としては、いつどのような目的で評価するのかということがあります。これがブルームという人が指摘した、唱えた診断的評価、形成的評価、総括的評価、この3つですから、基準に関して言えば、先ほどの4つ、相対、絶対、到達度、個人内、質、どういう目的で言ったら、診断的、形成的、総括的で、このような言葉をまず頭の中でもう一回整理した上で問題文に行きましょう。括弧1番、学習活動全体を振り返り、学習者の成績をつけることを目的に、学期の最後などに行われる評価である。となると、この括弧1番の文章が何を表しているかの判断するときのキーワードは、何といっても学期の最後ですね。学期の最後に行われる評価といったら、これは総括的評価、最後のまとめの評価です。成績をつけると同時に、指導計画全体の反省を振り返る、そういった意味合いもあるわけです。括弧2、
偏差値のように他者との比較を目的に行われ集団に準拠した評価と呼ばれる客観性の高い評価である。もう偏差値って言葉がありますからこれで分かってほしいんですが、相対評価の説明文です。相対評価は集団に準拠した、つまり評価の基準が集団にあるんです。そのだから集団に準拠した評価という言い方もするんですね。偏差値、これも確認のためにいくと、横軸が偏差値、縦軸人数で、ヒストグラムで表すとこんななってますね。偏差値っていうのは平均が50です。標準偏差というばらつきを表すものが10になっているので、50、60、70、70以上偏差値取る方は時にはあったけどなかなかないですね。50、40、30って考えた時にどういうことを言ってるかと言いますと、偏差値が平均50から下に10点、上に10点、つまり40点から60点の間を取った人が実はテストを受けた人のだいたい3分の2ぐらいになります。ということは60以上と40以下で残り3分の1ですから、もしも自分が偏差値65だとしたら、上位6分の1の中には自分が入っているんだってことがわかるでしょう。じゃあもう少しいきましょうか。平均50から下に20点、上に20点、つまり偏差値が30点から70点の間に、これほぼ全員が入るんです。ですから70以上はなかなか取ることができない、逆に30以下もなかなか出てくることはないですね。これは偏差値が70だから賢いっていうわけではなくて、集団の中でどれぐらいのところにいたかっていう比較のための数値なんです。ですから偏差値という言葉があったら、これは相対評価の説明文ということになってきます。括弧3、今度は目標に準拠した評価と呼ばれるように、学習目標をどれだけ達成できたかを表すことができる評価。目標に準拠、どれだけ理解できたからというところで、達成目標、達成度を評価基準とするものが、これが絶対評価。括弧4、学習者に十分なレディネスが備わっているかどうかを見極めるために行われる評価である。レディネスという言葉が、これがキーワードになってきますね。レディネスがあるかないかを見る。レディネスというのは準備性でした。これから新しい課題を学ぶのに必要な準備が整っているかどうかということですから、これは学期の初めに行う診断的評価の説明文。括弧5、教師作成の小テスト、ノート提出、授業中の挙手の状況など、多様な情報源をもとに学習の現状を把握し、改善するために行われる評価である。学期の途中、指導方法が適切かどうか、これを振り返るっていうのが、これが形成的評価。形成的評価をすると、教え方が妥当なのか適切なのかどうかを私たち教員は振り返ることができます。でもしも小テストがあった時に10点満点のはずなのにもかかわらず、クラス全員が2点3点4点だったら、原因は教え方にあるかもしれません。ですから教え方の改善を図ってほしいんです。こういった目的で行われるものが形成的評価。括弧6、4つの観点について達成度を表すことで、学習者一人一人に今後の学習の指針を与えることができる評価である。ということで、これは到達度評価。絶対評価というのは大学の成績を思い起こしてください。 A、B、C というようなアルファベット1個でしたね。それだとなかなかどこが A だったのか、どこが C だったのか分かりにくいです。それに対して4つの観点ごとにそれぞれについて ABC を作れるとなると、それをもらった子どもたちは自分のどこが至らなかったのか、どこが良かったのか分かって、次の学習につながるはずです。このような評価、これが到達度評価。
7番、学習者一人一人の中に評価基準を設定する評価法で、努力の程度を評価結果に直接的に反映させることができる。頑張ったら頑張ったなりの成績をつけてあげたい。たとえそれが集団全体で見たら低くても。このような評価方法、これが個人内評価、学習基準を、評価の基準を学習者一人一人の中に置いて、そしてそれで評価してあげましょうというんです。ですから、例えば過去の前の学期の成績と比べる、他の教科と比べる、学期の初めに目標を立てさせて、その目標と比較する、こんな方法で実際は使うことができます。で、括弧8番、総合的な学習の時間がどのような学びになったかを評価する方法で、結果よりも過程を重視した評価。総合的な学習は、あれは教科ではないので、今までの相対評価、絶対評価といったものは使いにくいんですね。それで使われているもの、ポートフォリオ評価。結果ではなくて、その結果に至るまでのプロセス、考えたこと、悩んだこと、調べたこと、それを評価の対象としますよというものが、これがポートフォリオ評価です。8番、次の各文は評価について述べたものである。正しいものを選びなさいということで、評価というものは人間が行うものである以上、どうしても歪みが生じることがあるんです。それを気をつけてくださいということで問題文になってます。括弧1番、礼儀正しい性格の子供だから勉強もできるはずだと思い込んでしまうのはピグマリオン効果によるものである。ピグマリオン効果っていうのは、これは先生の期待と一致した方向に成績が伸びるっていうものですから違いますね。ピグマリオン効果ではなくて、これはハロー効果の説明文。括弧2、成績が伸びるはずだと聞かされたので期待して授業をした結果、その子どもの成績が実際に伸びて嬉しかった。これはハロー効果ではなくて、先ほどお話をしたピグマリオン効果、教師期待効果によるものだと思ってください。括弧3番、勉強しないと目立つ学校に進学できないと毎日繰り返し言っていたところ、かえって勉強しなくなってしまった。これ勉強してほしいと思って親は子供に言ったんでしょう。つまり説得をしたんですね、勉強をしろと。にもかかわらず、あまりに言い過ぎたのか勉強しなくなってしまった。説得が逆効果になってしまったということで、これはブーメラン効果の例なんです。ブーメラン効果、これは説得が逆効果になるものなので、括弧3番は正しい文章です。括弧4、たとえ物理的な環境が良くなくても親密な関係が出来上がっていて仲間意識が強い学級であれば高い生産性が期待できる。これはスリーパー効果の影響である。スリーパー効果っていうのは、これは先ほどのブーメラン効果と同じような説得的コミュニケーションの現象なんですが、スリーパー効果、これは説得が時間経った後で初めて効果を発揮するものなので、ここの括弧4番の問題とは違いますね。物理的な環境よりも人間関係の方が生産性に影響しますよというのは、これがホーソン効果。括弧5、説得したけれど最初は反発されて意見を聞いてくれなかったものの、後になって説得の効果が出てきた。これはゴーレム効果が生じた現れであるということで、これは先ほど言ったものと全然違いますね。これはゴーレム効果ではなくてスリーパー効果の説明文。じゃあゴーレム効果って何かっていうと、これはピグマリオン効果の逆だと思ってください。ピグマリオン効果っていうのは、この子伸びるはずと思って通常の授業をしてもらった、最終的にその後見てみたら期待されたこの成績が上がる現象、これがピグマリオン効果。一方、この子もうこれ以上無理よね、この子精一杯、これ以上上がることはないわというような負の期待を抱いてしまうと、その子の成績が実際以上に成績が下がる現象、ピグマリオン効果の逆、これがゴーレム効果と言います。似たような名前がたくさんあるんですが、それを識別できるように現象とその内容をコンパクトにまとめて理解していただければと思います。ではこれで
一連の授業をお送りにいたします。